はい、どうも、ロギです。今日のアップデートで、メイン性能のギアが追加されたんですけど、店頭を見てみると、頭屋さんだとか、服屋さん、一つもありません。これないんですよ。こういうお店って出るまでに、まあ、時間がかかる。周期的にね、服とかが入れ替わるんですけど、まあ、まだ出てないんですよね。時々ね、ガチマッチとか縄張りバトルでメインセンド使ってる人いるんですよ。例えばこの人のように、もう持ってるので、今もう注文しちゃったんですけど、まあ、こんな感じで注文するといいと思います。人からね、人からパクるのがいいと思います。まあしかし、注文って1日かかるわけなんで、今すぐ手に入れるわけじゃないんですよね。また明日来てくれよなってこうやって言われちゃうんですけど、どうしても今すぐ欲しい人は、ある方法を今から教えていきたいと思います。まあ多分知ってる人もいっぱいいると思うんですけども、任天堂オンラインショップからゲットすることができるので、今からやり方を説明していきたいと思います。まず任天堂オンラインショップを開き、はい、スプラトゥーンの項目を押して、このね、右上ですね、右上、矢印で言うと、まあ、こんな感じ、ここですね、ここに、ショッピングバッグのマークがあるんだけど、ここを押していただくと、はい。ま、すぐね、移動するんですよ。すると、まあ、こんな感じでギアがね、出てくるんですけど、こっからね、選べるんですよね。これだ。この下の2個。これとね、これ。これをね、注文します。こんな感じ、こんな感じ。そしたら注文するってとこあるので、これ、これやるとね、変えることができます。あと、注意点なんですけど、1日1個までなんだよね。すぐ手に入れられるのは。だから、服も買おうとするとね、こんな感じに注意書きが出ます。まあ、僕、服の方が欲しいので、さっきノラの人から頭注文したんで、服欲しいなと思ったので、服今注文しました。はい、で、また戻ってきました。ゲストタウンの配達確認、ここ一番下の項目、ここを押していただくと、さっき注文した服のギアが買えます。ということで、メイン性能アップのギア、これで揃うことができるので、まあ入れ替わっちゃうんですけどね。もともとあったやつとは入れ替わっちゃうんですけど、まあこんな感じで手に入れることができるので、今すぐ欲しい方、まあ一つだけかもしれないけど、今すぐ欲しい方は、よかったら試してみてください。まあ今じゃなくてもいいよって思ってる人は、まあいずれね、出てくるので、服屋さんとか毎回見に行ったりするのいいと思います。ということで、こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。